げちゃん。はい、第2回、第2回というか2回目の放送ですけど、ハゲちゃんやってまいりました。まあ今日はちょっとハゲちゃんっていうんですけど、ちょっと帽子をかぶって、まあ、途中でね脱ぎますけど、まあとりあえず僕のコレクション、あの帽子のコレクションもちょっと見てほしいなっていうのも含めて、ニコちゃんの今日は帽子をかぶってまいりました、うん、2回目ですね。はい、はい、1回目はなんかこういっぱいのね人に見ていただいてありがとうございます。まだまだあの面白いことがたくさんあるんで見ていただきたいなと思います。はい、今日はどんなことしましょうかね。今日のテーマが、まず小田さんは今何をしていらっしゃるのかなっていうのをちょっと見ながら、ね、YouTube をして、いや違くて、今違うこと、例えばコーチやってるとか、まあ、いろんなこと多分視聴者さんも知りたがってると思うんで、ちょっと知らないのかな、みんな。知らない人もいるじゃないですか。僕はね、今ね、愛媛にいます。愛媛っていうのは、あの知ってるかどうかわかんないですけど、四国です。四国の愛媛県松山にいます。というのは、愛媛マンダリンパイレーツっていう四国アイランドリーグプラスというところの、独立リーグの、コーチをしてます。監督は巨人でも活躍した川原さんで、その下でやってます。その中でお仕事もしてまして、まあそれもお仕事なんですけど、解説であったり野球教室、講演で、いろいろとなんかトークショーとか、まあいろいろなことをしてます。全部が全部愛媛にいるわけじゃないんで、やってる中で YouTube もできたらなと思ってやってます。はい、そういう状況とか情報ってどこからみんな入手したらいいんですか。例えば講演会見に行きたいなって人もいるし、野球教室ちょっと覗いてみたいなとか。いやもうこの YouTube で見てる方はね、僕の自動的に、あの何ですかね、インスタ、フェイスブックを見ていただいたら、僕はどこ動いてるか、どこに、次仕事あるかって分かるんで、あのそれ見ていただきたいなと思うんですけど、でもこの中でこうね、あの僕がこう話してる中でなんかしていただきたいなと思う人はもう飛んでいきますんで、僕が。でだからその YouTube にもなんかこうしてもらいたいなとか、なんかこうこういう企画をしてもらいたいなっていうのは、どしどしなんかこう送っていただきたいなと。コメント欄とかに書いていただけたら、うん、コメント欄どこにあるの、ここら辺、この辺です、ね、この辺にあるね、この辺にこう下の辺、この下の方です、ですね、はい、うん、そうですね、小田孔明だったらダメだけど、小田孔平で調べてください。一文字近いなんですよね、目と部がちょっと危ないんで、小田孔平で調べてください。まあ多分あの小田孔明と調べたらアイアンショットとか出てくるんで、あの小さい田んぼに幸せに平和、もうこの字でこう調べていただいたら、もうボンって出てくるんで、やばいんで、ハゲが出てくると思うんで、よろしくお願いします、本当に。なんですけど、はいはい、講演会はどういった内容とか、こう、うん、みんなに発信しているんですか。依頼されることをベースにお話しするんですけど、例えば多いのが、僕本2冊出してるんですよ。もう一回言いましょうか。2冊出してるんですよ。あ、その前にちょっと宣伝し、はいはい、どうぞ。さっきその説明する前に、はい、お願いします。僕2冊出してるんで、 Amazon とかあのいろんなところでもうこの親指ピッて押すだけで、いやピピピってそれ4冊ぐらい稼げるからピッと押すだけで本買えるんで、買っていただきたいなと思うんですけど、特に2冊目の心を軽くする人間関係論っていう本があるんですけど、その本を読んで、いろんなところの企業の社長さんがうちの講演をこの本に沿って話していただきたいなっていうのがすごく多いですね、うん、だからそれの講演には行きますけどね。はい、いいですね。内容はそれで、うん、内容は17年間、プロでやってきたんですけど、ジャイアンツ8年、中日9年やってきたんですけど、17年やってきたんですけど、1回もレギュラーを取らなかった、なんで17年間やってきたかっていうのをお話しするんですけど、その中で人間関係っていうのが一番重要だったっていうお話を結構しますね。はい、読みました。読みたいんですけど、貸してくれないんですよ。貸してくれないですよ、買うんですよ何を貸すんですかいや、みんなに買ってくださいって言ってるのに一番買ってなかったらどうするんですか。買います。それ一番困りますよね。あ、一応あの概要的なのはちょっとウェブサイトで見させていただいたんですけど、うん、そこまで見たら買おうよじゃあ今日 Amazon でポチポチします、ね、そうそうそう、ポチポチ、はい、お願いしますね、本当。で、本題お願いします。レギュラーじゃなかったんですか。僕レギュラーじゃなかったですよ。ずっとベンチに声出しました。え、試合とかには出られなかった。いや、出てたんですよ。あの、さきさんは僕のことあんまり知らないんですか。知らないです、うん、調べてきてくださいね、僕のこと。あ、はい、お願いしますよ。はい、野球史と全く本当にわからないので、うん、あ、そうですね。小田孝平さんっていう人物は知ってたんですけど。俺何月までかしてますか。3月ですね。何日。15、魚座、A 型、うん、1977年。いや、ちょっとお茶目が抜けてるけどそう、まあそこは魚座同士のフィーリングで。え、魚座なの。はい、魚座です。マジで。そう、魚。何月まで。2月です。何日。23。あ、2月23、惜しいですね。
惜しい。2323でよかったらね、ふさふさでねよかったのに、惜しいですね、そこ惜しいよね。全然面白くないって言ってるから、うん、これ見てる人もうちょっともうちょっとやれるじゃん。これ落ちたなって言われてる。ちょっと頑張ってくださいね。まあでも本当になんか見ていただきたいなと思うのと、あのプロでね補欠っていうか全然試合にはね、あのまあ 出ましたけど一戦ではやってなかったので、でも17年間できるなんかこういろんな補欠、うん、そうそうがあるので、でそれを17年間こう続けてみたってことですね。そうですよ、すごいですね。伝わるかなこの凄さ。伝わりますよ。すごいなと思いました。本当ですか、はい、ありがとうございます。レギュラーじゃないのに、だって17年間も普通続かなね、うん、続いたけどね、俺は、うん、続いた方ですね、うん、だから元気出して声出してればっていうのもあるし、人間関係が一番大事だっていうのはね、あのよくわかる本なんで買っていただきたいなと思います、はい、ホームランで2本なんですよ。そうこれすごい計算になりますよね。17年で2本ってどういう計算ですかって言うの、何年に1本、何年に1本、8年半ですよね。8年半で1本です、はい、そうなんです。8年半に1本ってやつ、僕打率はね9分7厘ですね、はい、1割9分7厘で2割いかなかったんですね。それも最後に辞めるって言われた時に頑張って2割2分か3分ぐらいだったら、なんかこう本読んでる人もオーダー2割ちょっと打ったんだって言って、あのカッコつくかなと思ったら、それをあの試合出してもらってずっと打席に立っていくうちにだん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 減ってきて1割9分7厘になったっていうね、こう最後のねこう結末なんですけど、まあそういう悲しい話はあんまりよしとして、もうまあ17年で2本打ったってね、なんかあんまり大したことないですけど、まあでもすごい、私ホームラン打てないんで、まあね、ホームラン打てないです、ホームラン打ったら私すごくないですか。いいじゃないですか、社長しててあれじゃないですか。、はい、あの人生のホームラン打ってるから大丈夫じゃないですか。あ、そうですね、人生のホームランって感じで頑張ってますね、はいはい、小田さんのその本を出されたのっていつですか。人間関係論、人間関係論は終わってからですね、引退されてからですか。引退してから、うん、それは怖くて、いや僕辞めてから5年経ってる。先輩それだけは調べてきてもらえますか。そういうのだけは調べてきてもらえますか。、はい、その前の本は元気中に出したんです。あ、そうです、はい、で合計で2冊です、はい、ちょっと読みたいなって思ってきました。はい、鈴木さんお願いします、ね、あの野球のこと知らなかったも僕のことは知っておいてくださいね。お願いします、これ、はい、あのハゲちゃんなんで、ハゲちゃんで2人でやるんでお願いしますよ。、はい、マジでこれは、はい、大丈夫ですか、はい、20歳ですね、やっぱり。そうですね、21の年なんですけどね。そうなんですね、はい、そうらしいです。いやもう全然何かに分けてとかしますけど、僕の人生ってすごく面白い人生で、野球だけはしてたんですけど、いろんなことがあったんでここでお話ししたいなと思いますけどね。 でも人間関係論という本出してますけど、僕は本当これちょっと真面目なね、あのハゲちゃんっていう番組ですけど、真面目なお話をちょっとだけすると、人と人とのつながりで僕はここまで来てるんで、いい人悪い人とかいっぱい多分いると思うんですけど、そういう人たちに出会ってここまで来れたので、そういうお話をすごくしたいなと思いますね。それでだって人脈で私とも出会いましたもんね。は、はい。はい、なんか総理大臣みたいなこと言ってる。はい、そうです。出会いました。ね、よかったですね。はい、よかったです。ね、はい。誰がアシスタント来るかなと思って、あの来たらさきさんでしたからね。はい。生まれた時から決まってたんですね。はい、それ僕がいいと思うんですね。生まれた。それだいぶパクってますね。なんでちょっとちゃんとこう、ああ好きだったらもっと調べてくださいね。お願いしますね。それ好きとは言えないですね。さきさんお願いしますよ。はい、表向きだけでしたね。はい、お願いします。これもうみんなに発信してるんでね、さき、はい、さんお願いします。はい、第2回目ね、ちょっと帽子取ってる。取るって言ってましたもんね。はい、第2回目なんですけど、第1回目ね、いっぱいの人に見ていただいて、あの楽しんでいただいて、2回目こうやってあの放送してます。まあいろんな人にまた出会っていったり、僕次の回はやっぱり自分のことについて、どういう人生を送ってきたかっていうのをちょっと伝えていこうかなと思います。帽子もね、これね帽子大好きなんで、見ていただいたらいいなと思うんで、もしかよければ帽子いいとこあったら教えてください。テク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 。いや、これ帽子じゃない、ここ。これだけ。3年しなんでちょっと言ってみようかな。うん、そうそう。だからこれ見てる人とか帽子好きな人いるかな、いっぱいいると思うんだよね。だからちょっとしていただきたいなと思いますよね。これね、二軍監督になった阿部慎之助が被っててね、それいいねって言って帽子被ったら長打だってね。
これパクったって言ったらね、ちょっと言葉悪いんですけど、いただいたっていうのか、いただいてもないな、無理やりもらった、いや無理やりもらったでもないんだよね。これかぶったらいいねって言ってこう持って帰ろう、持って帰ってきちゃったんです。そう、持って帰ろうとしたら止められて、でも持って帰ってきちゃったみたいな、はい、これはそういう帽子です、思い出の帽子です。阿部さんね、阿部くん、阿部さん19年間お疲れ様でした。今度頑張ってください。また2分後、はい。